森にあたり、旧、本山村の領域に基づく。旧村名に基づく地名で、中世の荘園である本城と山地層の複合地名である。東灘五地域の内最大の面積、人口を有し、住宅地帯とその背後の広大な山林からなる。山麓は、文京地区でもあり、港南大学、港南女子大学、神戸薬科大学などがあり、岡本駅、 摂津本山駅の間は商店街の発達する学生街の雰囲気がある。演技式式内社として知られる安倉神社からは弥生器が出土し、周囲のなだらかな山々の中原からは多数の遺跡が見つかっており、この地の歴史の古さが見える。神戸市東灘区の北東部、氷六港の山麓に位置する。河川は西の住吉川の多天井川と高橋川の 各水系が域内を貫く。南は、深江、青木として知られる本城と住吉川川口の魚崎、西の住吉川伊勢が本住吉神社の門前町に、して、高級住宅地として知られる、住吉、北西は、旧住吉村域、玄奈区の六甲山町あざご女山、北は、旧入海山である、財産区有林、本城山を呼び、岡本六甲山を挟んで、 裏六甲の有馬町が隣接する。聖山である六甲山地には六甲山最高峰が含まれるほか、十文字山、金町山、七兵山、内越山、西太福山、東太福山といった峰々が連なり、アシアロックガーデンやアシアカンツリークラブの敷地が含まれる。九本山村では、三影や住吉のような旧村を便宜上区分した区は、 設けられず、大技単位を行政のまとまりとした。今日では、この明治以前の旧村に基づいた八つの地区が、祭礼や財産区に用いられる。本山村市より、明治時代の地、大技別に着色。本山での人間の居住した最古の痕跡は、縄文時代の岡本東一石にある。その他、弥生時代以降の遺跡は、非常に多く見つかっている。 古墳時代の銅鐸の出土地は2カ所ある。また、安倉神社には、弥生時代から現代に至るまでの遺構が残っており、そこからどうかが見つかっている。銅神社には、巨石群があり、これらは、戦死時代の人々の信仰の場である、神を祀るための神霊の宿ると考えられた石の、標識、岩倉と見られる。 坂下山遺跡では、海抜80メートルの尾根の端に、弥生中期と思われる壺形瓦家、高槻形土器や、石傍町、石すきなどの魔性石器が出土している。この中には中郷地で作られた土器や木で作られた石傍町が含まれており、当時の人々が交易を始めていたことがわかる。森北町六丁目の森北町遺跡では、近畿で二例目と言われる。 長さ 4.2cm、幅 2.7cm の全館鏡の一部が昭和61年に出土したほか、冠式系の土器が出土するなど、大陸との関わりが垣間見られる。多くの遺跡が山中にあるが、これらは、高地性集落と呼ばれるもので、戦乱状態にある、弥生時代の日本で、防衛のために築かれたのではないかと言われる。古墳時代前期の古墳には、 ヘボソツカ古墳があったが近代に入り、取り壊されてしまった。後期にはイコマ群集墳といういくつかの古墳があったが、ほとんど消滅してしまい、詳細は不明である。その中でわずかに、神戸女子薬科大学校内の円墳の横穴式石室のみが保存されている。その西にある、岡本八万国のヤワタ古墳では、横穴式石室を持つ円墳が確認され、 そこから、組み合わせ式の石棺やバグ、ブグ、斧、ノ、スキ、スエキなどの副装品が採集されている。さらにその西の下、岡本梅林内にも岡本梅林群衆墳と呼ばれる、群衆墳があったが近代に姿を消している。この群衆墳からは刀、土器が多く出土したと言われ、また、小型の栗抜き石棺や家型石棺なども発見されている。 安倉神社は伝説にまでその姿を見せる。奈良の一つかと呼ばれる、城野島の言われは、山と竹いるの命の熊祖園生からの木と、大阪湾で夜になり、航路がわからなくなった時、神に祈ったところ北の山に一つの塔下が見え、無事に南波へ帰り着けたことにある。聖視録の中に、山と連という名があり、元は、 ヤマト国の住民ではないかと考えられる。このヤマト連は安倉神社が祖神である、神武天皇の統制にあたり、カイロの先導をしたとされるシーネズヒコ命を祀った、豪族であるとする考えもあり、安倉神社周辺を支配したと考えられる。大法律令により、律令国が定められ、この地は、摂津国内軍足元凶内市足屋里と呼ばれる、里に属した。 律領制の施行によって、これまでの豪族による土地と人民の私有は廃止され、高地公民となった。国家は人民に与える区分伝を反求しやすくするために、上理性を採用した。この上理性の移行は当然この地にも存在し、代表的なものは北の六甲山を源流とするにもかかわらず、 東西に流れる部分のある高橋川で、その他旧正寺にも工事の一の壺、二の壺、北端の三の壺、岡本の八条垣といったものがある。森稲荷神社の社殿によれば、霊気元年、宇木茂日の夜に、深江の沖に、光が輝いて、村人が海辺に集まると一気の御しが現れ、それが御神体として、今の場所に祀られたとされる。平安時代に、 律令の思考最速として制定された、演技式に見える、式内者として安倉神社が掲載されている。つまり、保久吉神社は少なくとも927年以前から、この地に存在した非常に古いものである。平安時代に形成され始めた荘園は当然、この地にも存在した。それどころか本山という地名はかつて存在した。 本城と山地層の合成地名であり、本城には森、中野、郝寺、北端、田辺、山地層には住吉川流域の岡本、のより田中の各村が属した。山地層は北の神社領である。山道加農村という名前も残っており、山地層と同一か否かわからないが、かすが大社領であった。室町時代この地には山地城という城があった。 摂津市には、山地城在立田中村に官能年間、赤松藩県四所とすぜおとあり摂津守護、赤松支援の城であったようだが、詳細は不明。江戸時代には、城跡があったようだが、鉄道建設の際に崩されたという。現在の地形は、未人も、痕跡を残していないが、九0名の池のうち、城の馬へ、的場などが城のあったことを忍ばせる。現在の、 本山中学校付近が本丸で、長寿公園が二の丸であったとも言われている。これは普段の城であり、千時の城が北方の五百山にあったと伝えられ、山が開発された時に甲冑と古い土が発見されたという。戦国時代の終盤には、後の本山村となる田中、野より、岡本、田辺、北端、高二、中野、森の八号村が成立する。 これらは、豊臣氏の直令となった。東桜三世光寺の観音菩薩は、助川山城主、石田三成の母の念事物で、慶長年間合戦の災厄を受けたが、この観音が、身代わりとなったという。豊臣の滅んだ後は、天ヶ崎藩領となり、明和六年の上地霊で、名だ一帯は、天領となるのだが、元山地域は、内陸部にあったため、 田中村全域と中野村の一部が天領となったに過ぎなかった。また、上からの支配体系が変わってもこの辺りの人々は中世の昭円単位での行動を続けていた。すなわち田辺、北端、工寺、中野、森は、深江、青木、三条、土と共に、本城旧家村と称し、野木、岡本、田中は住吉、横屋、魚崎、西青木は、 山地層として、行動を共にした。つまり、農民同士の争いである水論、山論でもこれらの村々は、一団となったのである。本城旧家村の創業の入会山である、本城山には、天文二十四年頃から、足や層、西宮社家居と、教会論層が勃発していて、永禄三年十一月十一日には、三好長安裁判所が出されるも、 江戸時代に再燃し、関延三年に裁判で、芦屋の勝訴となった。これが、今日の神戸市、芦屋市、西宮市の境界線である。推論では、文政十年六月、干ばつがこの地方を襲った際に住吉川の水を利用していた山地層六河村の人々が、住吉川下流の減水を不審に思い上流を調べてみると、芦屋、内出の村人たちが、 密かに、住吉川から土問いで芦屋川へ、水の流していたことが判明した。これに憤慨して、山地層の人々は、土問いを破壊した。芦屋層はこの行為を、大阪町奉行所に提訴したが、山地層は、芦屋川に不法行為があると反論した。結局両者の間に和解が成立し、以後芦屋層は、住吉川から飲水しない代わりに、山地層は、 銀五冠を破壊行為に対する賠償として払い、それをもとに、足や僧はため池を築く運びとなった。今日では、土といを通した場所には、土とい割峠という地名が残っている。また、この辺りの六甲山を南北に抜けてありままでをつなぐ、ルートを、魚屋道といい、江戸時代には、六甲越、湯山勘道と呼ばれて、幕府飛行人の抜け道として使用された。 これに大使世紀のルート上にあるオバマ、伊丹、天アマガサの商人が、本城旧華村とアリマを相手取って、道の使用禁止を大阪町奉行所に訴えた、文化三年の総論は、多くの古文書を残している。その結果この六甲越えの道の使用は禁止されたが、その後も、抜け荷や往来は絶えなかった。文化元年、教科市、大田南保の、 河嶺気候には、芦屋川を勝ち渡りして行けば、左に海近く見る、右に、稲荷の社寺絶山町とエリッシー渋谷アリーと、現在森稲荷神社の主張居のすぐ南西にある、稲荷の社寺絶山町の名碑が言及されている。江戸時代には、岡本は、梅林で知られており、梅は岡本、桜は幾田、松の良いのが港川と歌われた。明治元年5月23日、 元山地域の内天領となった田中と中野は新たに設置された兵庫県の一部となった。残りの天ヶ崎藩に泊まった区域は明治4年に断行された、廃藩地県によって7月14日に天ヶ崎県となったが、その後まもない11月20日には兵庫県に吸収された。後の本山村域には、田中、森、中野、北端、田辺、工二が、 田中村外後、下村古町役場管理課の田中組と、のき、岡本が、住吉村外二下村古町役場管理課の住吉組に、分かれていた。この辺りの村々ははじめう内軍、明治29年の編入以降は、向こ軍に属した。町村制志向に伴う明治の大合併は、古町役場単位で行われることが多かったが、この辺りでは、変動が大きかった。 明治22年本山村が、田中、野より、岡本、高二、田辺、中野、森の八家村及び深江村飛び地と、西青木、横谷村の被作地を合併して八家村を、大なとして誕生した。大正から、昭和初期にかけて、近郊農業が発達したが、大正9年の阪神急行電鉄開通、昭和10年の国鉄摂津本山駅開通などによる、 宅地下で消滅。住吉、芦屋と並ぶ高級住宅街となった。昭和13年の阪神大水害で多大な被害を受け、財政問題から周辺町村との合併計画が持ち上がり、一時は、三影町、住吉村、魚崎町、本城村、聖堂村との6が、町村での港南市計画もあったが、戦災などで停滞したうちに、 聖堂村は単独で、姿勢を施行して、足足となってしまった。三陰、住吉、魚崎は、昭和25年4月1日、すんなりと神戸市へ編入されたが、本城と本山の神戸への合併交渉は難航した。最終的には、村民投票で、賛成3731、反対3224の僅差で決まり、村長や、 村会議員の会食請求も行われたが失敗した。こうして、東名田西部さんが、町村とは、足並みは揃わなかったが本山と本城は、同年10月10日に、神戸市東名田区の一部となった。東張間に接している西区地域よりも遅く、神戸市に編入となった。尊有財産は、明治以前の八つの村々を踏襲した。 財産区に引き継がれた。元本山村役場は区役所出張所として使用され、出張所の廃された昭和30年10月以降は東灘建設事務所として使用、その後東灘図書館、元山老人憩いの家となり、現在は同地に図書館が建て変わっている。住所は当初、元山町を関して書く大技を引き継いだが、 山岳部を除く住宅地は、ほとんどが新町名へと変わっている。合併後は、神戸市の大方針であった瀬山の市有化が進められ、財産区有林が、市によって買い取られた。岡本六甲山の北西端の一部は、住吉地区や兵庫区の山林とともに1972年6月1日に、奈良区六甲山町へ移管され、旧、元山町岡本あざ、 六甲山の一部が北六甲1314番地へと移管されている。戦後には宅地開発が進んでおり、本山では以下のような宅地が造成された1970年から取り掛かった元山住宅は神戸市の市営住宅建て替え長期計画の中の老朽木造住宅建て替えにおける区内の第一号にして最大規模のものであった。 こうして第1から3住宅合わせて787個が、市街地の真ん中にそびえ立った。これには、一石四鳥の効果があった。郊外地ではなく、市街地に住宅を望む声が多く、高層化によって、市街地への収容人数を増やした。近くに、木造老朽支柱が多いのでこの新住宅を、建て替え時の居住者一時収容に使用して連鎖的に、 建て替えを促進できる。戦後の住宅困窮時に公園敷地に始終を建てた時期があったが、これをよそに建て替えて敷地を本来の公園へ戻すことができた。用地を地域に必要な公共施設新設に使える。第一住宅の1.2階には消防署、青木出張所第三住宅には保育所が新設された。 以下が合併当初からの人口の変遷である。いずれも10月1日時点神社仏閣 AB、新神戸の町名、兵庫県遺跡地図。神戸高古博物館。2009年7月18日閲覧。ABCD、日本史の中の東灘ハット ABCD、東灘歴史ノートハット ABC、東灘区25年。 神戸市長別世帯数、年齢別人口。神戸市。2009年9月26日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年7月18日閲覧。ありがとうございます。